膝の部分、足の皮膚の部分までしっかりくっつけてください。はい、それでは今日はですね、膝の辺に引き続きですね、よくありありの膝の痛みに関するテーピングのケアを一つ紹介していきたいと思います。膝外腱炎って呼ばれる、まあ、一般的にジャンパー膝っていう言葉をよく使うんですけれども、テーピングを使った、まあ、リハビリとしても多く活用はできるかなと思います。まずテープは、ホワイトのテープでも問題はないんですけれども、私はこういったようなタイプのテープを使います。伸びないタイプですね。まず場所はこの、膝外骨呼ばれるこのお皿の部分ですよね。お皿の一番下縁です。一番下縁のところにテープが少しこうかかるぐらいにテープを貼ります。まず内側と外側両方で貼っていくんですけれども、内側のテープをより長めに取ります。このテープの線、一番上の部分が膝蓋骨の下の部分に少しかかるぐらいな位置になります。こういったような形ですね。で、これを内側だけ貼って半分上の部分は貼らずにこういう風に置いておきましょう。で、それより短く外側は貼ります。一緒です。下半分ぐらいを貼って上半分は貼らないようにします。じゃあこれを合わせるようにしたときに、ちょうど膝の真ん中あたりで内側と外側テープをくっつけて、こういう風につけてください。内側の方のテープが少し長くなってますので、接着部がここ一番上に残ることが確認できます。ちゃんと膝の部分、足の皮膚の部分までしっかりくっつけてください。そしたら一番上の部分を持ち、上に少しこう引っ張るようにしましょう。皮膚がちょっと浮くような感じで引っ張ったら、引っ張った状態を保ちながら外側にくっつけます。こういったような形になります。膝外腱炎の受傷後は特にそうなんですけれども、ここにももの前の筋肉があって、膝の下からこう腱になる部分があるんですけれども、そこは、非常に誘導性を持つ部分になります。ということは、その腱を左右に動かすと自由に動くような状態ではないといけないんですけど、その炎症があった後、癒着、何らかの理由で癒着とか、腱が固まったりして、その誘導性を失っていくケースがあります。その時にこういったようなテーピングは、その誘導性を作って、ももの前の筋肉まで円滑に筋肉の滑りが出るように誘導してくれる効果がありますので、ぜひ皆さん活用してみてください。